はい、こんにちは。です。今日はこういった形の箱を仕上げ削りしています。まあこんな感じでいろいろなサイズがねあるんですけれども、まあ、いわゆる箸箱っていう感じですかね。これとかそうですね、箸箱にちょうどいい感じ。24センチの長さの箸が収まるサイズ感になってますね。でこっちの方はちょっと大きめ。まあこれはですね、このために作ったっていうそういう狙いはなくて、ちょうどこのサイズの木材があったので、じゃあまあこれはこういうちょっと大きめのね箱にしてやろうと、気まぐれに作ったものになります。でまあこれも一応箸もね、一応24センチ収まるサイズですし、深さもあって幅も広いので、もっといろんなものをねジャラジャラと入れてもらってもいいんじゃないかなと。だからあのスプーンとかね、そういったようなカトラリー類の入れ物としても割と使いやすいんじゃないかなと。あとはそうだな、もう思い切って漆とか塗って、箱物何かねおかずとか並べて使うでもいいし、お菓子とか並べてもいいと思うし、まあ、そんな感じですかね。あそうか、あと蓋をなんかつければ弁当箱みたいなのになるかな、まあ、ちょっとでかいね弁当箱にしてはね、かなりの量が入る弁当箱になりそうですと。まあこんな感じのものを今作っているんですが、とりあえず今はですね、この内側の仕上げ削りということで、この割と細めの彫刻刀でまずこの内側の壁の部分をね仕上げていきます。多分見えない、ね、ちょっとカメラのアングルからいって削っているところは見えないかと思いますが、まあ、相変わらず一つ一つ一掘り一掘り削り進めていくと。まあ気が遠くなるような作業っぽい気もするんですが、結構まあ当たり前のことですが、淡々とやっていけば終わります。この作業が大変と感じるかどうかは、まあ気の持ちようなんですかね。やっぱり慣れとも言えます、ね、僕も確かに最初は初めてこういう彫刻刀での丸刀ですね、でこういう彫り目を残す仕上げ、これを初めてこう小さい木のお皿で初めてやったんですけれども、その、まあ、こんぐらいの小皿ですね、豆皿、まあ、これとかに比べればもうやればあっという間に終わるんですけれども、それでもやっぱあちょっとこんな仕事一枚一枚やっとれんなみたいな風な、そういう感想を持ちましたね。実際やったところ
これはちょっとやっなんかやっとられんわみたいな。なのですが、まあいろいろね、じゃあ他の仕上げの方法としては何があるかとかっていうのをいろいろ考えて試してやっていくと、いやまあなんだかんだ言って、うん、こうやって一掘り一掘りやっていく方が実は楽、こっちの方が楽じゃないみたいなね、いうふうに感じてしまいまして、うん、でまあ作業的に僕の好みしっくりたやりやすいやり方としてね、しっくりきたっていうのがまああるんですけれども、まあそれだけじゃもちろんなくて、やっぱりわざわざこうやって手をかけてちょっとずつ作るんだったら、こういったね手彫りの跡が残るっていうのもまあ手仕事のね証みたいな感じで、これはこれで魅力的に見えるんじゃないかとっていうのもあるし、実際この凸凹がねやっぱり手触りとか柔らかさを感じることができるし、そうですね、食器としてまあ例えば料理とかお菓子とかをねこれに盛り付けて使った時の心地よさっていうのがね、こう格段にうん、いいなって思えるものだったので、まあ、僕にとってはね、でこれを当たり前のようにやるようになりました、うん、まあこんな調子で、うん、まあ、割と手間のかかるね仕事ではあるんですが、今ではこれじゃないとこの作業をしないと落ち着かないみたいな、そんな感覚もあります、うん、なんだかんだもうね10年以上これをやり続けているのでね、まあ本当にこれが自分に合っているんだろうなっていう気はしています、うん、こういう仕事をねできているっていうのはすごく、まあ、幸せなことだなと思いますね。まあ大変なんですけどね、まあ面倒くさいなって思うことしょっちゅうあるんですけれども、面倒くさいんですが充実してます。映ってないですね。まあこんな感じでね、コツコツ削りていきます。
ど動画を撮り始めて10分ぐらい、まあ、こんな様子ですね。この調子で全面仕上げ削りをね進めていきます。内側が終わったら外側もね一通り削ります。とまあそんな感じで続けていきます。ではでは。